デスホライゾンは、ドリーム、デイブスタジオ VR が開発したモバイル向けバーチャル、リアリティーファーストパーソンシューティングゲーム。サムスンギア VR 版は2017年9月21日に発売され、続いて、オクルス号、グーグルデイドリーム、シャオミミ VR、VR チネマ、ピコ版が発売された。ギア VR で発売されてから、20日間有料ゲームの1位にとどまった。 2019年9月28日に、オクルスクエストデバイス向けにアップデートされた特別リメイク版、デスホライズン、D ーロードが発売された。ホライゾン研究所に保管されていた T12 ウイルスが漏洩し、全職員がゾンビに変貌し、研究所は廃墟と化した。プレイヤーはウイルスが世界中に広がるのを防ぐために、ホールに潜む感染したモンスターを一匹残らず、 破壊しなければならない。本作は古典的なアーケードゾンビシューティングに VR デバイスでのみ体感できる深い没入感と激しさを組み合わせている。プレイヤーはホライゾン研究センターに配置された無名の兵士として始まる。最初に使える武器は弾薬が無限の AR-15 である。その後、プレイヤーはポンプショットガンや銃機関銃などの他の武器を見つける。 ゲームは研究施設の地下21階から始まる。プレイヤーの最初の目的である合流地点でアルファチームと合流することは不可能であることが判明した。プレイヤーは歩くカバネ、ゾンビ犬、有毒なゾンビミュータントで一杯のホールを駆け抜けるとアルファチームが最後の抵抗をした場所を見つける。施設を出る前に研究室のはるか下にあるメインリアクターを無効にしなければならない。 ゲームはまた、ウェーブ式で襲ってくる敵と対峙する、サバイバルモードを搭載している。プレイヤーは、友達、ランダムなパートナー、または、ボットとチームを組んで協力アクションを行える。このモードでは、様々な武器と、新たな敵が大量に登場する。デスホライゾンは、ロンドンを拠点とする企業、ドリーム・デイブ・スタジオ・ VR によって開発された。本作は、 VR 専用に設計されており、ギア VR、オクルス Go、Google Day Dream、x i a o m で利用できる。オクルス Quest、PlayStation VR、オクルスリフト、HTC VIV、p i c 版の開発も進行中である。このゲームは中国でのミバー発売に向けたプレゼンテーションリールの一部として使用された。2019年9月28日に、オクルス Quest デバイス向けに、 アップデートされた特別リメイク版デスホライズンリーロードが発売された。ゲームのストーリーはオリジナルパートの出来事からしばらく経った後に展開する。今回のゲーム開始時には主人公のストーリーや旅路は明かされない。謎の声がホライゾン研究ステーションの CCTV システムを通じて主人公とのつながりを維持しつつプレイヤーを誘導する。最初は その声はプレイヤーを助けるが、その後妨害し始める。物語のフィナールでは、プレイヤーは謎の敵と出会い、主人公の秘密を知ることになる。プレイヤーはゲーム内を自由に移動でき、ステージをクリアするための独自の方法を選択できる。二つの送るスクエストコントローラーを活用して、両手でアイテムや武器を操作したり、様々なパイプ、ケーブル、はしごを伝って移動したり、 ドアを開けたりできる。二つのコントローラーの原理は戦闘で積極的に使用され、プレイヤーは片手でケーブルをつかみながら、もう片方の手での射撃、ショットガンの両手でのリロード、爆発物の投擲を行える。グラフィックもアップデートされ、ゲームゾーンが作り直され、ストーリークリアまでの時間も長くなっている。デスホライズン、リロードの協力プレイモードは2020年9月に、 リリースされた。有名なゲーム開発者のジョン・カーマックは彼の Facebook ページでゲームの詳細なレビューを行った。ありがとうございます。